はい、どうもこんにちは。本日はスチューシーとハラチの購入に向けまして、これまでの流れをおさらいしていこうと思います。今回の一足なんですけれども、もともとはですね、2000年に発売されたスチューシーのナイキとのコラボの一足になりまして、エアハラチ LE というものが2000年に発売されました。こちらが2021年に復刻ということで、デザートオークというカラーとダークオリーブの2色が販売しています。今回の一足なんですけれども、2月の11日の10時から、スチューシー .jp で抽選申し込みが開始されました。抽選申し込みの期間は2月13日11時までになっていたんですけれども、今までの傾向ですと、前回のエアフォースワンだとかはサーバーがダウンしていて、なかなか抽選に応募できないという状況だったんですけれども、今回の一足についてはサーバーもかなり安定して動いてまして、スムーズに抽選申し込みできたかなと思います。私は2月の11日に抽選申し込みしまして、両方のカラーを申し込みました。で、妻は、自分のサイズが欲しいということで、妻は別のアカウント、自分のアカウントで両方のカラーを申し込みしていました。で、2月の13日に stuc.jp で、アパレル販売があったのと、ドーバーストリートマーケット銀座の、e フラッシュのサイトの方でハラチ各サイズ展開とアパレルの方の発売がありました。で、ドーバーストリートマーケット銀座の方ではオンラインチャレンジしようと思ったんですけれども、で、私10時には一度見てみたんですけれども、 e フラッシュの方は発売画面がなかったので、ちょっと気を抜いていたところ、10時5分ぐらいだと思うんですけど発売していて、すぐに完売状態になっていました。で、どうやら2月の13日にはドーバーストリートマーケット銀座店舗の方でもスチューシーのアパレルとハラチの発売があったみたいで、すでにご購入されている方、おめでとうございます。で、2月の18日からはですね、一般のお店でも販売がありまして、スニーカーズの方でも販売が予定されています。ただし発売するのがデザートオーク、茶色っぽいカラーの方だけが予定されていまして、オリーブ色の方はスチューシー .jp だけで、スチューシーのハンドだけで販売されるみたいです。ドーバーストリートマーケット銀座については両方のカラーが発売していたんですけれども、その他のお店については、おそらくこのデザートオークっていうカラーだけが発売されるのではないかなと思います。で、いくつかのお店で今抽選も申し込み開始していまして、エンドですとか海外のお店もいくつか抽選申し込み開始しているような状況になっています。スチューシーの一足については結構定価割れもしていることもあるんですけど、今回ではちょっとどうなるのかちょっとよくわかんないんですけれども、申し込んでる方もかなり多いと思うので倍率は高いのではないかなと思います。本日2月14日17時以降にスチューシー .jp から当選結果のメールが来るはずなので、またそちらのメールの様子をですねお届けしたいなと思います。ちょっとドキドキしながら本日1日は過ごしたいなと思います。はい、というわけでですね、現在時刻はですね2月14日17時45分なんですけれども、我が家のですねメールはですね、来ません。今回ですね、妻のと私のアカウント2つのアカウントで、計4足応募したんですけれども、全て外れた模様です。残念。 SNS を見てる限りですと、17時ちょっと前ぐらいからメールが来てる人もいるみたいで、この時間に来てないってことはもう外れなのかなと思います。迷惑メールの、メールボックスとか何個も全部見たんですけど、全部入ってないです。残念です。今回はですね、このスチューシーのコラボの話結構欲しかったんですけれども、残念ながら購入には至りませんでした。スニーカーズでは18日に、発売もありますので、そちらの方でリベンジしてみようかなと思います。で、今月なんですけれども、まだ欲しいスニーカーもありますし、大本命は月末27日のジョーダン4がありますので、こちらもねぜひ狙っていきたいなと思います。残念だったんですけど、しょうがないです。はい、本日の動画が良かったと思う方は高評価、グッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で。